中国軍、大国空爆を想定。砂漠に大国中心部再現した軍事練習施設。衛星で確認。中国の砂漠地帯にある軍事基地で大国中心部を再現した練習施設が建設されていることが衛星画像からこのほど確認された。中国が侵略に向け、大国への空爆を準備しているとする台湾の国防専門家の見解を A 氏デイリーエクスプレスが伝えた。この仮想大国は内モンゴル自治区南西部にあるアルシャーメンの人里離れた軍事練習場の真ん中で確認された。この場所には台北にある総統府など台湾中心部の政府庁舎などの実寸大の模型が実物通りに配置されていた。同氏によると、中国が自国の軍事基地にこのような模型を建設するのは初めてではなく、2014年には内モンゴル自治区の別の軍事基地にも同様に総統府の模型が衛星写真に映っていた。また、2015年7月に放送された映像では、中国軍が総統官邸を模した建物に対する攻撃訓練の様子が明らかになった。だが、衛星写真を共有した台湾の国防アナリスト、ジョセフ・ウェン氏は、台湾の政治の心臓部である台北市博愛警備管制区全域への攻撃シミュレーションが用意されていることが分かったのは、今回が初めてだと指摘した。さらに同氏は、この模型が空爆や砲術の練習場として機能していると示唆した。中国政府は台湾を領土の一部とみなしており、習近平指導部は制圧のための武力行使を排除していない。習近平指導部は制圧のための武力行使を排除していない。世界の衛星写真を毎日配信しているプラネットラブの衛星画像によると、これらの建物は2022年12月から存在していることが分かった。これについて台湾の邱国省国防相は、このような攻撃シミュレーションはあり得るとし、台湾軍も同様の訓練を行う可能性を示唆した。中国はこれまでも訓練施設で米空母など軍艦の模型を建造したことがある。米インド太平洋軍司令官、ジョン・アキリーの米海軍大将は、米軍会員委員会で先日、中国は第二次世界大戦以来の規模で軍備を増強しており、2027年までに台湾への侵略の準備が整っていると述べた。一方、米ジャーマンマーシャル財団アジアプログラム部長で中国の外交安全保障政策専門家ボニー・ブレイザー氏は昨年10月、米紙ニューヨークタイムズに寄せた論文で中国家主席は軍に対し必要に応じて台湾を武力制圧する準備を2027年までに整えるよう指示し、中国は巨大な軍事力で台湾を脅し、中国支配に屈服させようとしていると指摘。だが、ブレイザー氏は、ほとんど戦闘実績のない中国人民解放軍が台湾を占領、支配できるかどうかは、中国指導部内の重大な疑念だとしている。その疑念は、ロシアのウクライナ侵攻の失敗により、さらに、増幅された可能性が非常に高いと分析している。金門島周辺ですでに衝突が始まっている。口先だけではない中国が人権と軍事演習で台湾の物流を遮断か。蓋然性が高いシナリオ。中国南東部福建省厦門市の沖合に位置し、台湾が
実効支配する離島、金門島の周辺では、中国漁船とみられる不審船が、たびたび目撃され、これまで台湾当局がパトロールを強化してきた。2月14日、金門島近くの海域で、台湾当局の取り締まり中に、中国の漁船が転覆し、乗っていた4人が海に投げ出され、うち2人が死亡した。案の定、中国政府は、両岸の同胞の感情を著しく傷つける悪質な事件だ。民進党当局は、これまでも大陸の漁民を乱暴で危険に扱ってきたと、強く非難する談話を発表した。国務院台湾事務弁公室。2月18日には、中国海警局が海上における法執行を強化し、福建省アモイと金門島海域でのパトロールを常態化させるとの対抗措置を表明した。口先だけではない。事実、翌19日には、金門島周辺を航行していた台湾の観光船が中国海警局の臨検を受けた。台湾市中国時報電子版によると、臨検は約30分間実施されたという。台湾当局は、金門島の沿岸に中国船が許可なく侵入するのを禁じる、禁止水域や制限水域を設定している。前出、転覆事故の翌日から、中国海警局の船が少なくとも7隻、これらの水域の周辺を航行している。7隻のうち3隻は、砲らしきものを搭載し、これまで、沖縄県尖閣諸島の日本領海に侵入したことのある大型船らしい。さらに今月15日には、中国海警局の船が、金門島沿岸の禁止水域に初めて侵入した。中国海警局は同日、金門島付近の海域を法律に基づいてパトロールしたと発表し、航路を赤い線で示した。資料をホームページに掲載した。この航路が台湾の設定した前出の禁止水域や制限水域の内側を通っていた。中国海警局は引き続き法律を執行するパトロールを強化すると発表し、禁止水域での航行を続ける構えを示している。前回指摘したように着上陸進行だけが台湾有事とは限らない。むしろ、ラノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二氏の最新刊、台湾有事と日本の危機、習近平の新型統一戦争シナリオで指摘した臨検と軍事演習で台湾の物流を遮断といったシナリオも大前提が高い。その意味で言えば、台湾有事は、すでに始まっている。牛尾雅人、評論家、軍事ジャーナリスト。1960年、青森県生まれ、総大法学部卒業後、旧防衛省航空自衛隊に入隊。第304飛行隊航空総隊司令官、長官官房勤務などを経て、三等空佐で退官。拓殖大学客員教授など歴任し、国家基本問題研究所客員研究員、映画化された人気コミック空母いぶきシリーズに協力中、著書、教書に安全保障は完全で動く、ウクライナの教訓、台湾有事の衝突など多数、米日比南シナ海で行動パトロールを推進、日本の合流は初めて。米メディア、当局者の話として報道。中国の反発が予想される。米国と日本、フィリピンが南シナ海で中国の軍事的浮上を牽制するため、3カ国合同海上パトロールに乗り出す予定だ。米国のジョー・バイデン大統領と日本の岸田文雄首相、フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は4月11日、米ワシントンで
初の三カ国首脳会談を開き、このような内容に合意する予定だ。米国の政治専門メディアポリティコが29日、匿名の米当局者の話として報じた。ポリティコは初めて行われる三カ国首脳会談は、中国の域内の影響力を抑制するための三カ国の努力を明確に示すだろうと報道した。米海軍とフィリピン海軍は昨年11月と今年1月、中国とフィリピンを含む東南アジア諸国の間で領有権紛争があるスプラトリー諸島などがある南シナ海で合同パトロールを実施した前例がある。しかし、日本まで合流するのは初めて。日本の合流は南シナ海で日本の軍事的役割をさらに拡大するという岸田政権の意思が明らかになったものと言える。第二次世界大戦の敗戦後、防衛費をおおむね国内総生産 GDP の 1% 以下に抑えてきた日本は、2027年改定年度までに GDP の 2% まで増やす方針を示すなど、軍事力の強化に乗り出している。日本は中国牽制のためにフィリピンの役割が重要だと見ており、昨年11月に6億円相当の沿岸監視レーダー5機を無償提供すると発表するなど、防衛装備の支援に積極的だ。フィリピン政府も2022年6月のマルコス政権発足以降、米国及び日本との安保協力に積極的に取り組んでいる。フィリピン政府は昨年4月、米国と防衛協力強化協定 EDCA に基づき、米軍が配置されるフィリピン内の軍事基地4カ所を追加選定したが、このうち1カ所であるカガヤン州海軍基地と台湾までの距離は約 400km だ。米国と日本、フィリピンの合同パトロール構想は、中国が南シナ海紛争地域に対して攻勢的に乗り出し、域内の緊張が高まっている状況から出た。中国沿岸警備隊は今月に入って2回、スプラトリー諸島のセカンドトーマス省、フィリピン名ハユンギン省、中国名仁愛省付近でフィリピン船舶に放水し、負傷者が発生した。米国は中国にフィリピン軍が武力攻撃を受けた場合、米国とフィリピンの相互防衛条約に基づき、米軍が介入すると警告してきたが、中国はあまり気にしない様子だ。マシュー・ミラー米国務省報道官は23日、太平洋で相互防衛について規定した米機総合防衛条約第4条は、南シナ海のどこでもフィリピン軍、公共の船舶または航空機に対する武力攻撃にも適用されるという点を再確認すると警告した。